こんにちは。極限掃除屋です。国吉です。ギマです。こんにちは。では国吉さん、はい、今回ですね、孤独死現場、長期間発見されずにいたら、どういうことが起こってるというか、どういう状況が多いかなと思って。あ、まず、発見されるときはハエかな。ハエで、あと匂いとか、まあ、よくあるじゃないですか、郵便局の方とか、水道電気の検針の方が窓にぎっしりのハエがもうたかってて、でそこで匂いがして孤独死じゃないのみたいな感じ。その後ね、ハエが飛んでるってことはもう1週間2週間とかなので。そうですね。でも そのハエがまた卵を産みつけてウジ虫が出るわけだから、もうこれご遺体のね、食べるものがなくなったら、そうですね。あとゴキブリ、すごい数出てくるからね。そうですね。繁殖力もすごいから、ウジ虫も、そうだし、ゴキブリもそう。もう見たことない、これ何っていう虫もね、たくさんいるんで、匂いもそうだし、あと体液もそうだし、あと虫との戦いもでもあるし、すごいよね。そうですね。キモさん、なんかこの、この虫やばくないっていうの。僕がこの虫がいたら、ちょっとこの現場はもう、解体した方がいいのかなって思うのが、カツオブシムシ。あのダンゴムシみたいな、あの何でも食べちゃうやつ。いるね。横浜、最近で言うと、あのペットの多頭飼いの現場とか、孤独死で旦那様が亡くなられた後にこうペットのワンちゃんが亡くなられてた現場とかで、実際もう、その現場3ヶ月4ヶ月経ってたのかな、もうこのペットのこの、亡くなりになるこのご遺体というか、その周りに毛がいっぱい落ちてるんですけど、って見てみたら黒い粒粒がいっぱいあって、わさ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 動いてるんですよ。もうカツオブシムシで、で周りパッて見てみたら、至る所になんかすごい綺麗な丸い穴が開いてるんですよ、ボードとかで。でこれ見てみたらカツオブシムシが中にいたりして、で家中至る所穴が開いてて、でこれまた駆除するのも、もう結構時間がかかってしまってですね、これがもうちょっと。やつらは繁殖力がすごいんですよね。何でも食べちゃうんで、普段はウール、毛とかを食べてるのが、実際そういう孤独死現場とか、ペットがちゃんと多い現場とかになると、もう毛がたくさんあるんで、餌がいっぱいあるってことで一気にドアって増えるんですよね。木を食べて、各木材の中に食べて食べて奥でひっそりとこう暮らしてるんですよね、やつらは。ゴムとかも食べますからね。本当なんだよ、食べるね。ドア開けてゴムパッキン見たら、カツオブシムシがいっぱい入り込んでるんです。しかもみんな綺麗に穴が開いてるんですよ。これすごいなと思って。駆除するの時間かかるんですよね。そうなんですよね。極限掃除屋では、特殊清掃、遺品整理、ゴミ屋敷の支払いが厳しい方々のために、市町村と連携を取りながら、YouTube の収益を回し、無償にしたいと考えております。そのためにも、動画をご覧の皆さんのご協力が必要になってきます。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。